黒星ヒラアジは、熱帯の海に生息する、アジカに属する魚類である。黒星ヒラアジは、インド洋と太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く生息し、生息域は、西は南アフリカ、東はハワイ、北は日本、そして南はオーストラリアまで広がっている。近縁種と体系は類似しており、同じマブタシマアチ属の他種とは判別が難しい。 最大で体長を40センチメートルになる禁煙種の中では比較的大型の種であるが普通見られるのはそれよりも小さいサイズの個体である。本種はしばしば大きな群れを形成し肉食で様々な種類の甲殻類や小魚を捕食する。漁業においてそれほど重要な種ではない。黒星ヒラージはマブタシマアチ族に属する5種のうちの一種である。なお、 分子系統学の研究により、少なくとも、黒星ヒラージと宮上ヒラージは、非常に近縁であることが示され、マブタシマーチ族という分類の正当性は、立証されている。黒星ヒラージは、スウェーデンの博物学者、ペール・ホルスコールによって、公会で採集された標本を、ホロタイプとし1775年に初記載された。彼は本種を、スコンバージェ・デバーと名付け、 サバ科のサバ族に分類した。なお、当時は、アジカがまだ作られていなかったため、現在のアジカに属する魚は、サバ科に分類されていた。後の分類学者たちはそれ以来本種を、メアジ族、銀ガメアジ族、マテアジ族といったより、適切なアジカの族に分類しようと試みた。また本種は二度再記載されており、本種の分類をめぐる混乱を深めることとなった。 具体的には一度目はキュビエによってケランクスカッラとして二度目はヘンリー・ W ル・ファウラーによってケランクス・マイケロブレイキアムとして再記載されたこのうちケランクス・カッラは後にマテアジー族に移されたが現在ではケランクス・マイケロブレイキアムと共に高校シノニムとして国際動物命名規約に基づき無効とされている現在有効なアリップス・ジェデバーという学名は 福祉県宗弘による日本のアジカ魚類の分類を再検討した論文の中で、マブタシマアーチ族に見られる形態的特徴が本種に多数認められるとして提案されたものである。黒星ヒラアジの体系は、扁平な楕円形である。黒星ヒラアジは、近縁種の中では、比較的大型の種であり、最大で40センチメートルに達するという記録があるが、 通常見られるのは25センチメートル程度の個体である。本種は他のアジア科の魚類とよく似た、扁平な楕円形の体型を持つ。糞は鋭く、目の直径は糞の長さとほぼ等しい。よく発達した油まぶたが目の後半部にある。背びれは2つに分離しており、第1背びれは8本の棘を持ち、第2背びれは1本の棘とそれに続く23から25本の 南上を持つ。尻びれは前方に離れて存在する2本の棘と、後方にある1本の棘に続く18から20本の南上からなっている。側線の前半部は大きなカーブを描き31から36枚の鱗を持つ一方、後半の直線部は77から85の両鱗を持つ。体色は全体が銀色であるが、背部は緑色から青色を帯び、 腹部はより白みがかった色となっている。災害の縁には暗い藩が存在している。黒星ヒ平ジはインド太平洋全域に生息し、生息域は西から南アフリカ、アフリカ東海岸、インド、アジア、インドネシア、オーストラリア北部、日本を含み、東はハワイまで広がっている。また本種はスエズ運河を通り、地中海のイスラエル、レバノン、 エジプト沿岸、そして、マルマラ海にも生息域を伸ばしている。本種は日本においてはかつてあまり見られることはなかったが、1996年に初めて報告され、2008年頃に至って、宮崎県などにおいて、大型の個体が一定数漁獲されるようになった。この原因として、冬の海水温が上昇したため、本種の日本近海における越冬が可能になったことが、 あげられている。本種は主に沿岸海域の珊瑚礁などに生息し、しばしば大きな群れを作る。また単独で行動する際は、日本の磯波体や南アフリカの三角港でも見られる。本種は時たま外洋でも発見されることがあり、外洋性の生活を送ることもあると考えられる。タイの市場で売られていた黒星平味黒星平味は、海遊魚であることが知られている。 インドにおける報告では、本種が9月から5月まで、チェンナイ沿岸で過ごした後、産卵のため別の場所へ移動することが示唆されている。黒星ヒラージは、様々な生物を捕食し、成長の過程において少なくとも二度食生活が変化する。つまり、制魚は、小魚や、甲殻類。 昆虫やその幼虫を捕食するが、特に体長1 5 0ト、mm、ルから1 9 9トルの個体と体長2 4 0ト、mm、ルから3 1 9ト、mm、ルの個体は小魚を好む一方、体長2 0 0、mm、トルから2 3 9ト、mm、ルの個体は飼いや、その他の甲殻類を好むのである。捕食する生物の種類から、本種は中層において、 活発に動き獲物を捕食していると推測される。繁殖期には食物摂取が減っており、繁殖期の間は捕食行動をあまり行わないことが示唆される。お砂町で約17センチメートルにおいて性的成熟に達し、産卵は浅い沿岸域の海で行われると推測されている。本種は様々な漁法によってしばしば混獲されるが、 小型であまり商業的価値がないため、ほとんどの国において、漁業の対象としての重要性は高くない。しかし、インドにおいては、巾着網を用いた漁業で漁獲されるアジ類の43%を、本種が占めるほか、クウェート等において様々な伝統的漁法による、零細漁業で、しばしば漁獲される。本種は、その生息域の中でもアジア。 インドネシアの沿岸部で最も多く漁獲され、美味とみなされている。日本の宮崎県等においても漁獲量の増加に伴い本種がスーパーマーケットでも販売されるようになっている。ありがとうございます。